We're here at the Tamiya booth, taking a look at their brand new 350 scale Yamato, and who better to tell us all about it than Mr. Tamiya himself. 今日はありがとうございます。日本の模型界といえばゼロ戦ヤマト。はい、相変わらずね。この辺が本当に一番もうスーパーアイテムなんですが、もうフルパワーで素晴らしいヤマトを作ってくれましたね。そうですね。前のヤマトがもう三十数年前のヤマトで、その当時の資料とですね、今の資料が全然違うんで。だからこれ新しいヤマトは完全に昔の金型使ってません。20型金型作りまして 100% ニューパーツですね。全部ニューですね。で最近ヤマトの写真とかそういうものいろいろ出てきたものですからね、環境あたりは相当昔のヤマトと違ってますね。まだ完全にわからないところあります。だから現時点で分かっている資料をフルに使ってですね、これ作りましたので相当昔と違ったヤマトになっていると思いますね。はい、ご存知、数年前から350分がちょっとリバイバルして、いろんなメーカーさんからいろんな船が出てきましたけど、なんか待ってましたって感じありますよね。そうですね。これはもうやっぱフラグシップですからね、文字通り。よそのメーカーに負けないものを、ね、作ろうと思ってやっぱり1年かかりましたね。これが一番最終姿ってやつですよね。対空砲が一番多く、そうそうそう、最終姿ですから、こういう小さい船は入ってません。あ、ええ、でここにあるあれですね、デリックがついてませんし、あ、なるほどね。ちょっと軽くしていった時です。そうです、そうです、はい、飛行機は積んでたけども、飛行機は途中でカタパルクを出してますから、戦闘には参加してないよね、もちろん。なんか特に砲塔にすごい力入れてるようですが、これ抜けるんですね、組んだ後に。抜けたところにちょっとあるでしょ、パターンが。ちゃんと下まで基部とか全部作ってますね。うん、そうです。だからこういうところはね、今までなかったあれですね。うん、やっぱり30年経ったらもう少しマシのものを作らなきゃそうですね。今このホビーショーでも相当の方がここ注目してますね。いや、言葉ですが、これは今回のホビーショーのもうダントツ1位のアイテムだと思います。これはね、本当タミヤフェアで出したかったんですよね。あ、そうですか。噂が漏れたもんですから、どうしてもここが飾らざるを得なくなってここは飾ってますけどね。いや、本当にディテールがすごくて、最初からいろんなエッチングパーツつくわけですね。そうです。エッチングでなきゃ表現できないところいっぱいありますからね。いや、この辺本当に素晴らしいですね。そうですね、素晴らしいけどアメリカの戦艦とは一度も戦ってませんのでそうですね、最終的に結構もったいない使い方になっちゃいましたね。そうです、そうです。ただ相変わらずですね、この戦争終わって60年経ってるのに、日本人の中にはこう夢なんですね、こういう戦艦がね。もちろん同型艦で武蔵があって、まあ、武蔵ももしかして出していただけるかもしれないんですが、意外と当然武蔵出さなきゃまずいでしょうね。武蔵の方が実は戦艦上げちゃったりしてるんですよね。そうです。武蔵は堂々とね、アメリカの艦隊と戦ってますからね。それは当然武蔵出さなきゃいけないですよね。ただどうしても大和の方が知名度が高いですね。なぜか圧倒的に大和強いですね。僕も戦時中小学校だったんですけど、これ大和は知らなかったんです。そうなんですか。秘密な戦艦だったんですね、当時としては。軍関係の人しか知らなかったんですね。だから私としても小学校5年生の時に戦争終わったけど、ヤマトがあるんだっていうのは戦争終わってから知った。ただその時もすでに海の底にそうです、そうです残念ですね。原爆実験のね、あれにならなくて標的になくてよかったんです。まあそうですね、どうせ残ってたとしてもそういう運命が待ってたんでしょう。まあまあ、ご覧になった通り非常に精密に作ってありますから、期待してください。期待してます。はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。